はい、こんばんは。参議院議員の大竹俊です。チャンネル登録やコメント、いいねの応援をよろしくお願いします。今日は11月の21日にこちら収録をしております。今日はですね、米山雄一さんや蓮舫さんが立憲民主党は反対ばかりというですね、吉村博文大阪府知事のコメントに対してですね、いやいやそんなことないと、立憲民主党は反対ばかりしてるわけじゃないと、これは印象操作だと、吉村さんという政治家は志がないんだというふうに糾弾してきたというような記事が流れておりましたので、これについてコメントをしたいと思います。いやね、まあ米山隆一さんや蓮舫さんが立憲民主党は何でも反対ではないというふうに言ってるんですけどね、いやその通りなんですよ。いやその通りだと、もうこれはね、ある意味米山さんと蓮舫さんの言質を私はね、後押しをさせていただきたいと思います。でこれどういうことかというとですね、確かに何でも反対ばかりではないんですよ。彼らはね、なんとも自分たちが都合がいいところはですね、すぐに与党、政府、自民党と握ってしまう、賛成してしまうというですね、こういうね、まあいわば私たちから見たらどうしようもない性分を持ってるわけですね。もう一番わかりやすいのが最近のこの文書通信交通滞在費の問題ですね。まあ、1日100万円、10月31日が1日だけしか任期がないので100万円が払われたというこのどうしようもない問題があったわけですけども、これも早々にですね、今自民党と立憲民主党は日割りにすると、まあ、日で割って支給するという、これただこの1点だけで合意をして、もう法案を成立させてなあなあで終わらせようとしているわけですね。で我々日本維新の会と他もいくつかの政党、まあ、心ある政治家は、いやこれ領収書公開、この本質はですね、要は100万円という金額が取っ払いで払われて、これはもう領収書もいらない、お小遣いのように使われることが不透明な政治資金になっていることが問題だということで、日割りにするのはこれはもう当然のことであって、日割りにするだけではなくて領収書公開もちゃんとしましょうよということまでちゃんとやってるわけですけども、こういうことは立憲民主党さんもやりたくないわけですよね。古い政治家の皆さんはもうお小遣いが欲しい、勝手に使える成長資金が欲しいということで、こういうことにおいてはね、自民党さんと早々に手を握って賛成をしてしまう。でこの野党第一党の立憲民主党とは戦わないから、こういう本質的な政治改革、自民党がね、古い政治だって僕らもずっと糾弾してますけども、まあ、立憲民主党さんも時にはこの何でも反対のようにですね、自民党さんと徹底抗戦しているように見せかけて、自分たちの利益になること、自分たちのプラスになることに関しては、古い自分たちの権利を守ることに関しては、あっさり自民党さんと手を結んで合意をしてしまう、まあ、これがある意味立憲民主党さんの正体なわけですよね。今回のこの文書通信交通滞在費の問題だけにとどまらずですね、結局このナチュラルにも何でも反対というか、自民党に対して糾弾をして戦っているように見せる一方でですね、国会の日程闘争とかもそうですよね。結局は最後は矛を収めて、まあ、プラカードとかわーとかで反対とかこういろいろやってますけども、あれも結局はプラカード出すということまでもうストーリーにあってですね、でこのもう下打ち合わせ、国対間の協議では、いやもうこうやってプラカードとか出すけども、まああとは押し切ってくれて構わないと。で、これ粛々と賛成をして国会閉じますみたいな、もうそのシナリオがね、結局与党と野党第一党の間で出来上がってるわけですよね。まあこういう意味では、やっぱり立憲民主党は確かに何でも反対ではない。まあそういう意味ではね、私、蓮舫さんとか、米山隆一さんが言ったことはね、ある意味では正しいというふうに、そこはね、認めさせていただきますよ。でもじゃあこういうね、本当に戦わない野党、本当にいいのかと。いや何でも反対だったら、本当ちゃんと何でも反対に戦ってくれっていう話なわけですよね。これ文書通信交通滞在の問題にしても、古い政治がおかしいと、今の自民党政治がおかしいというんだったら徹底的に戦って、それ野党第一党が合意しなかったらさ、そうすると通らないですよ。だからこういうことをね、ちゃんと戦って、日程闘争に関してもただただ言い訳のためにですね、引き延ばしてプラカードを作ってアピールして、私たちはやりましたみたいなことをやって、最後はテーブルの下に握手をしていると、こういうことじゃなくてですね、本当にこの国会を変えるために、政治を変えるために戦っていくのかどうか、その何でも反対じゃなくて建設的な対話を出しながら、でも最後折り合わないところは折り合わない、ここが大事なんですよね。こう徹底交渉して折り合えなかったらね、折り合わないってこともあるわけですよ。でもね、立憲民主は最後折れてしまう、最後どころか最初から折れてる時もある、でも戦っているふりをする、まあ、こういうことをしてるね、政党では私は国会運営というのは良くならないというふうに思いますからね、まあ、この何でも反対ではないということは認めながらですね、じゃあ本当それでいいのかと、こんなね、自分たちの既得権を守ること、結局ね、これは何度もこの YouTube で指摘してきましたけども、彼らは本当に第一党になるんやからないわけですよ。ビジネス野党ということで、自分たちの一定の勢力を維持できていればそれでいいという考えでこの政治をやっていると、この限りにおいてですね、絶対この日本の政治が良くならないわけですから、これをしっかりね、変えていくために、次の解散総選挙、そして参議院選挙においては我々日本維新の会の出番というのが、もっと大きくなってくると思いますし、しっかりとね、この建設的な対案を出しながら、自民党と戦うべきところで戦う、このね、何でも反対、もう世間一般的なこうね、戦うと言いながら机の下で手を握るんじゃなくて、戦うべきところでは本当に戦う、まあ、こういう健全な野党を作っていきたいというふうに本当に考えておりますので、ぜひ皆さん応援とチャンネル登録やいいねコメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日のね、すごいめっちゃすごい雨、
おお、すごい雨ですけどね、こういった雨の中からの、外の YouTube 収録を終了させていただきます。ぜひチャンネル登録とかで、コメントで応援、あ、さっき言ったね、よろしくお願いします。それではまた明日、さよなら。